ストロングリーグジャパンカップ。史上最多となる4年連続4度目のジャパンカップ進出、はい、おめでとうございます。いえ、ありがとうございます。まあもう4回目なんですけど、はい、まだ、最高順位が準決勝しか行ってないんで、はい、なんとかその壁を破って、ぜひ決勝の舞台に立ちたいと思います。なるほど、はい、試合開始まであと12分と迫っております。地元アスレがなんとグランド整備担当、男気を見しております。この辺りもエアロックの醍醐味、監督岡野。今日いよいよエアロック決勝ですけども、はい、当然4年連続4度目のジャパンカップ狙ってますか？そうですね、やっぱり、ね、月の最後、年の最後はやっぱり野球で締めくくりたいですよ。ですよね。一番上まで行って、はい、頑張ります。ぜひ頑張ってください、はい、そろそろ本気になれアスレ。4年連続決めるのか、相手は T5。 4年目なんですけども、はい、ちょっと昨年までと違った点とかあるんでしょうか？そうですね、はい、私は今年、だいぶ、若手も入ってきまして、はい、まあ、中堅と若手がうまく噛み合ってかなり意識の高い、野球ができていると思うんで、はい、まあ勝ち負けはね、その時の運なんで、ただいい試合はできると思います。なるほど、はい、アスレチックスクラブいつもより大きく見えます。鳩ヶ谷何連覇したか、この男たち。埼玉最終日の応援です。ちょっとこれ今年マジですね、アスレ。過去にないみなぎりです。マジモード全開。さあ、大変なことになったこのカード、そしてついに幕が開けてしまいました。アスレチックスクラブ対 T5 決勝。エグル先発王の T5 キャプテンです。ミスターゴードの気持ちを背負ってますこの試合。ここはストーン、カッツ、ズミシ、これもカッツ、ゲッツ。しかし本当にとんでもない選手ばかりが出てきます。打席はジャパンにも選出された長澤、36歳ベテラン選手です。ジャパンカップ頑張ります。よろしくお願いします。忘れません。キャプテンの大野投手、また軟式野球界になる訓練、これはいっぱい。ホームランで1点を先制したアスレ、インハイへ打った。久々にしびれる試合見せられましたね。まだ序盤、いいボール。次の1球、これはいっぱい。さあ、もう点はやれないぞ T5。 力と力、このダースライを確実に見極めた。誰一人としてはグランドにいるもの、運で勝とうと思ってませんね。際どいプレー、
東京埼玉で全国を目指す両雄です。ここは確実 E5 は押していけ、攻めろ。これはいっぱい、ジャッジとしては正解。金田叩いた、しかしこれは放送席、危ない、私のおでこ。東京対神奈川、これはデッドボール、これは大きい。満塁からなんと痛恨押し出し、デッドボール。あ、それ珍しくマジモードは裏ね、今日は裏ズキン。最後の試合を空に蝉の声が響く、やけに眩しい太陽。岡野裕二、地元鳩ヶ谷だよ、にんまり優勝、アスレチックスクラブ様、おめでとうございます。みんなプロスタ出たいと思えてますので、はい、熱い試合は見せられると思います。期待しておりますが、はい、よろしくお願いいたします、はい、岡野監督、はい、最後に、はい、今年は最大のライバルにこのチームなりそうだとか、そういったチームっていらっしゃるんですか？いや、もうみんな、ね、強い、出てくるのは強いチームばかりで全部がライバルなんですけど、まあ、特にもう YS さんがもうすごい、隙を見せないでかなり強く仕上がってると思うんで、はい、まあ、相手になるかどうか分からないですけど、はい、やっぱり、今年一番の台風の目って言っちゃなんですけど、やっぱり YS さんが強いんじゃないかなと思います。なるほど、はいはい、やってみたいですか？そうですね、なるほど、相手胸を借りたいと思います。胸を借りたいと、はい、非常に今年謙虚じゃないですか、岡野監督は。僕はいつも謙虚なんで。本当ですか？確かにそうでした。はい、期待しておりますので、はい、ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アスレチックスクラブ岡野監督でした。